原神公式ラジオテイワット放送局。皆さんこんばんは、堀江俊です。この番組はオープンワールド RPG 原神の魅力をお伝えしつつ、主人公空役の堀江俊がどこまでも自由で広大なテイワットからお届けするラジオ番組です。第36回目ということで、今は8月になりまして夏真っ盛りです。まあご時世的にね、旅行にも行きにくいとは思いますので、そんな時は金リンゴ群島に行ってバカンスしに行きましょうと、台本に書いてあります。まあ確かに現実の海よりもバーチャルの海ということで、まあ現実の海もまあいいのかもしれないですけどね。なんか僕大学の頃、この番組で話したかちょっと覚えてないんですけど、自分の知らないところで大学のクラスグループの LINE ができてたっていう話したか忘れたんですけど、僕の知らないところで僕以外のまあグループのなんか一群のグループの人たちがなんか海に行ったりとかしてたらしくて、それをなんか後日講義が一緒になった時になんか後ろの方から聞こえてくる雑談で知ったんですけど、まあねまあ誘われても行かないんですけど、まあこういう人間でもきっと金リンゴ群島のバカンスは楽しめることでしょう。ということでそろそろ始めていきましょう。原神公式ラジオテイワット放送局、本日もログイン。この番組はオヨバースの提供でお送りいたします。原神公式ラジオテイワット放送局、改めまして原神主人公空役の堀江俊です。では早速ですがゲストさんに登場していただきましょう。この方です。こんばんは、よいみや役の上田かなです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。わあ、なんて寂しいご先生活を送ってるのいやちょっと本当に青春から遠ざかってた人生でしたね。まあ自ら遠ざかってたところもあるんですけど、まあ、誘われても行かなくてもそれでもやっぱ寂しいよね。そうなんですよ、一応その誘って声をかけるっていう過程は踏んでほしいんですよね行かないけど行かないけど声はかけてくれっていうのはあるんですけど、やばいこじらせ変わってたんじゃんでも原神のバカンスはどんな人間にも平等に楽しむ権利ありますからね。そうですよ、たまにはみんなで海行きましょう、原神の中でね。そうですよ。ということで上田さんはなんと原神ラジオ3度目の登場となります、はい、そうなんです、3回目お邪魔してます。嬉しい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このね、ヨイミヤがちょうど復刻するっていうこのベストなタイミングで、そうなんですよね、ゲストにお越しいただきまして。いやでも私最近カズハを弾こうかめちゃめちゃ迷ってたんですよ。うん、やっぱカズハって前から強い強いってみんなに言われてて、キャラクター的にも物語進めば進むほどやっぱかっこいいじゃないですか。そうですね。でもっとカズハのことを知りたいと思いつつ、ヨイミヤの復刻が来るのを分かっていて、そこにどこまで投資できるかっていうのは永遠とね、まあ、確かに石をどのタイミングでっていうのはありますよね。やっぱ私ヨイミヤがうちのパーティーのメインアタッカーだから、ヨイミヤはちょっともう気持ちプッシュして引こうと思っていて、うん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 、それがねやっぱね、この何十連目で来ますよって分かってたら計算もできるけどできないじゃん。いやまあ確かにそうなんですよね最後の一つですり抜けたらもう泣きそうだから。いやもう本当に僕はそれで嬉しいけど、ディルックとかナナちゃんとか出てきて、ね、今は違うんだっていう。ナナちゃんね、ナナちゃん来るよね。ナナちゃんめっちゃ来てくれるんですけど。そうなのよ。いやだからそれがちょっと悩む今日この頃ですね。確かにそうですね。僕でもカズは貫突しちゃったんですよやっぱそうかやっぱキャスト陣カズハ大好きだよね。いやカズハ強いし、でももはや僕最近ガチャ引くのが、うん、キャラクター目当てだったり武器目当てっていうのももちろんあるんですけど、うんうんうん、モラが欲しくてモラですよ、ね、ガチャ引いた時にスターライトで交換できるじゃないですか、ね、うん、それでモラと交換できると思うんですけど、うんうんうん、そのモラ欲しさにもはや最近ガチャ引くようになっちゃってやばいんですよね量とかだんだん変わってきてるんですけど、でも私も武器育てたいから武器ガチャ引こうかなって思った瞬間あって、もう沼への入り口ですね。ちょっと沼ってんなと思って必死でちょっとこらえたけど、
そうなるよね。いや、多分もう上田さんもそのうちドボンです。ここはね、自分の力で投資できるからなんとかなるなと思うと、ちょっとね、大人のストッパーっていうので自分の中でしっかりしないとと思ってますよ。えらい、何の歯止めも効かなかったということでですね、まあ、はい、あとはファティスのメンバーがいろいろ公開されたり、スメールのキャラクターもちょこっと発表されましたね、うんうん、ではここで改めてファティスの PV を見てみましょう。もうこの時点でちょっと引き込まれますもんね物悲しいね。なんか本当クオリティの高い映画の予告編の導入みたいな。賢者は全てを知っているつもりである。ジェスやっちゃうのね。ジェス我らこそ愚行の背後にある道義を知る。また戦局に捨て駒はない。なぜならこの対局の終着点は、チェックメイトではないからだ。へー、確かにポンだね、倒れてるの。はあ、何人いた？6人ぐらいいた。今ここにいたの 1,2,3,6 人ぐらいか。今日集まったのは我らが同胞を追悼するためじゃ、この犠牲は全国民にとって半日手を止めてでも記憶に刻む価値がある。半日だけですか。しなやかな。北国銀行は旅の血と涙で回っていると言いますが、これはまた、いや、うさんくさい笑顔ですね。笑顔でなんか裏がありそう。ねえ、本当に。ロザリンは見知らぬ地で働く。かっこいい。君たちのように共感性に欠け、言い訳ばかりで国に身を潜めるお偉方にはかっけー。マジでかっこいいっすね。ならばさっさと口を閉じろ。子供たちが泣いてしまう。ちょっとちょっと、俺でさえここが戦いの場じゃないか。一押し一押し、ハルちゃん僕の一押し、このローエファルタの取った手段は栄光を傷つけたとはいえ、彼女の犠牲が欲しい。あー、見えない、教授が見えないのが怖い。でもきっとイケメン希望課題めちゃくちゃいいですかね。皆様の心はどうなった。神の英知は理性では理解できないほどの神聖な知識、うん、神の眼差しを征服した彼は新たな一歩を踏み出す。あ、夜の儀劇もこれで終わりだ。今ここに貴様たちに監修を。みんな強そうだな。崇高な犠牲は全て固き氷に刻まれ、国と共に生き続ける。高潔な氷の助行のもと、我々は神々の力を奪取する。絶対的案内それは助行の恩師であり。あ、助行っていく、すごい。棺にて長き眠りにつき、熱い憲兵の中に閉ざされようとも、我が輩が約束しよう。ロザリン、貴公の棺が旧世界のすべてとなるだろう。うわ、おうわ、かっこいい、かっこいい。今日の博士、なんだか若く見えますね。知っているだろう。その手のお世辞は私に通用しない。お世辞だったんだ。じゃあ、前世紀の断片はどこへ。うわ、燃えてる。冒涜に関する実験の中さ。へえ。大きな木見てると、生まれ、自分が冒険始めたのがあの大きな木っぽいよね。今のは一体どうなんだろう。何の木、誰のかの記憶なのかな。うん、どうなんだろう。いや、ちょっと謎が残りますね。多いね。うんうん。いやー、これは。ちなみにこの中の何人がプレイヤブルになるんですかね。プレイヤブルなのかな。みんな倒していくわけじゃなく、どうなんでしょう。でもタルタリちゃんの
霊がありますから。あ、まあそうだね、ちょっと本当にどうか傀儡ちゃんだけでも傀儡ちゃんだけでもちょっとあのプレイヤー部にしていただけませんか。お願いします。そうね、宿女来なかったもんね。確かに分かんない。 まだこれから来るかどうか分かんないけど、その辺はまあでもお亡くなり遊ばしたもんね。そうですね、お亡くなり遊ばしたもんね。倒していくのかな、じゃあやっぱり。うん、でもあの棺もさ凍ってるからワンちゃん生き返ったりしないかな。うわ、でも確かにありそう。うん、そのなんか蝶々がフィョ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 って来てさ、燃やすのかと思ったら燃えなかったから。そうですね、実はまだ死んでない説とかないのかな。確かに意味深だな。意味深、意味深、先への期待が膨らむ。めっちゃ気になる。はい、ということで、ではこのあたりで皆さんからいただいたふつおたもご紹介していこうと思います。旅人ネームももさんからです。パーソナリティの皆さん、ゲストの上田さん、こんにちは。こんにちは。今回はゲストに上田さんがいらっしゃるということでメールを送らせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。早速ですが、原神には既存キャラクターの別コスチュームがあり、先日ディルックに新ボイスや身体機モーションなどいろいろ変わるコスチュームが実装されましたね。うんうん、ここで質問なのですが、皆さんは新コスチュームが出るとしたら誰にどんなコスチュームが実装されたら嬉しいですか？自分はヨイミヤちゃんとクレイちゃんの仲良し火花コンビが衣装交換したようなコスチュームが実装されたら嬉しいです。ぜひ検討お願いします。いいね。そう、このディルクめっちゃかっこいいんだよね。ラノベの主人公、ポニテずるいわ。確かに僕でもてっきり新スキンって聞いた時は、うんうんうん、あ、ディルク髪切んのかなと思ったんですけど、髪の良さは生かしたまま、生かしたまま、うん、めちゃかっこいいよな。めちゃくちゃかっこいい。秒速で買いましたか。そうなんだ。この衣装出てディルクめっちゃ欲しいっていう人多くなったよね。だと思います。誰がいいかな。そうね、クレイちゃんとヨイミヤが交換するの、それはそれでめっちゃ可愛いな。帽子かぶるってことだよね。確かに色味も結構、うん、神話性があって、うんうんうん、ドイツ感って良さそうですね。いやでも私やっぱライデンさんとか見たいかな。まあ、今でもちょっと和風の洋服を着てるけど、うんうんうん、まあ、ガラッと洋装に変えてみたりとか、紫のイメージ以外の服を一回見たいかな。確かに何色が合うだろう。白とか。わ、いいですね、うん、髪型はそのままですか。髪型そのままか。ちょっとディルクと被るけどポニテでもいいな。あ、ポニテ見てみたいですね、うんうん、ショートカットも似合いそう。ショートカットも似合いそう。あとメガネもいいですね。あ、いいっすね、なんかある？僕マジでもういろんなとこ、いろんな、これ散々今までも言ってきたんですけど、うんうんうん、例えばなんだろう、主人公にめっちゃちょっとやんちゃめな服着せたりとか、あと最近だとなんだろうな、平蔵に、うん、なんかちょっとぬいぐるみっぽい格好させて、なんかタヌキとかみたいな感じの、いいね、なんかちょっと尻尾、うん、も生えたような感じ、ちょっとさゆちゃんによる感じね。そうです、そうです。あ、私あと勝利先生の白衣とかもいいな。白衣いいですね。うん、まあ、あやとのスーツとかも捨てがたいけどね。あ、いいな。もうなんか性癖が丸出しになるのか、ちょっと恥ずかしいね言いながら。まあでもぜひ実装されることを願っております。お願いします。まだまだ、ね、新スキンないキャラクターの方が多いですから、うんうん、ぜひよろしくお願いします。じゃあ続いてスターブライトテイワットさんからいただきました。はい、ヨイミヤは今の季節にぴったりのお祭りキャラで花火をあげたくなりますよね、うん、だね。皆さんはヨイミヤと花火をするならどんな花火をやりたいですか。どんな花火。これ私この間ヨイミヤのお誕生日の時に自分で花火あげてスクショに収めるっていうのをやってたの。そうなんすか。結構難しくって、はいはい、なんか真上に上げて、私ちょっと稲妻の城と一緒にあの花火撮りたかったから。うわー、オツですね。めっちゃやったもん。なんかあのちょっと離れたところ城門あたりからあの抜いて城でやろうと思ったんだけど、真上に上がっちゃうからお城が入らなかったりとか、でお城の真下でやるとお城が結構高いから手前の屋根が入っちゃったりとかして、結局お城の真横のなんか蔵みたいなところの上からギリギリのところで花火上げて、スクショ撮るのベベベベって走ってって、何十回やったか分かんないね。それで無事ベストショット。無事ベストショット。うわすごい。だから誰かに頼めばよかった。
友達とかと一緒にログインしてマルチしたらもっと簡単に取れたのかなってベストショット取り終わった後に思って、確かにそうですね、うん、そこで待機してもらってて、そうなのそうなの、だから来年はそうしようって思いましたね。あ、確かに確かに確かに、うん、でも本当クロートの人めちゃくちゃすごい写真撮りますよね。クロートの人ってさ、これスクショ撮るじゃん、はい、その後にフォトショーでやるんだって。え、どういうこと？フォトショップとかあとライトルームとかあるじゃん、はい、あの画像を綺麗にするやつ、それでちょっと色足したりとかしたり、はい、ガチ勢はそれするらしいよ。レタッチじゃないけど、わこだわりすごいすごいみたいだね、うん、すごいっすね、めちゃすごいよ。あ、でなんだっけ、ヨイミヤと花火するの、ヨイミヤと花火をするならどんな花火をやりたいか、どんな花火、花火をこれは一から作るっていうことなんですか、ね、作るのかな。あのさ、よく花火大会のさ一番ラストに上がる金色のあのしだれ桜みたいになる花火じゃない、 あれ名前なんかあったけど忘れちゃったんだけど、だっけ、でも好きです、あれあれやりたい。あ、そう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 、これこれ綺麗っすね。あ、やっぱしだれ桜って名前なんだ、しだれ花火っていうのかな、あ、やっぱしだれ桜みたい、いいなぁ。いや、てか花火なんてもう僕本当に何年見てないだろうって感じです。あー、そうね、なんか今ゲリラで上がるけどね。そうなの。そう、今やっぱ花火大会で人が集まっちゃ危ないから、なんとなくその日にやりますよっていうのだけ言ってて、どこで上がるかあの分かんないで花火大会してるとことかあるかも。そうなんだ。うん、僕多分大学生の時に本当にあまりに友達いなさすぎて、うん、大丈夫、また悲しい話悲しい話になっちゃうかもしれない花火大会一人で見に行ったことあるんですよ、でもやっぱさすがに一人でも花火は楽しかったですね。あ、まあ、綺麗だよね。綺麗だったから、むしろなんかさ、いろんなところにスイスイって行けるからいいかも、花火大会フットワーク軽かったですけどね。じゃあ続いて、はい、旅人ネームまいさんからいただきました。はい、私は4月に入ってから原神をプレイし始めました。お、ラジオでパーソナリティの皆様がマルチプレイをされているのを見て楽しそうだなと思い、つい先日初めてマルチプレイをしてみました。あ、いいね。もともとソロプレイが多かった私ですが、マルチプレイの爽快感や協力の楽しさを感じることができ、始めるきっかけを作ってくださったラジオやパーソナリティの皆様にはとても感謝しています。ありがとうございます。これからも原神をたくさん楽しみたいと思います。いいですね。マルチをやるようになったと。うん、僕最近逆にソロしかやらなくなって、もう自分のパーティーが強くなりすぎて、まあ、全然他の人必要ない感じです、ね。そうなんです。まあ、もちろんまだまだ極めるところあるんですけど、うんうんうん、あの下手すればマルチでやるよりソロでやる方が早い。あ、まあ、マルチはマルチであれか、敵ちょっと強くなるんだっけ？あれ、そういうわけでもないんだっけ？そうなんでしたっけ？ボスの HP が増える、そうだよね、うん、あ、ドロップの素材が増えたりとかはない、それはない、それはない。あ、うんうん、じゃあ僕まだここの旅人としてやっていくかもしれないです、ね、うん、やっていけるか、うん、確かでもあの極めてる人は多分そっちの方が早いし効率いいかも、ね、うん、そうなんですよ、うん、そうなんです。だからそのな生物巡りとかする時も、うんうん、こっちは5回連続でやるつもりで、うん、濃縮とか5個貯めてから行くんですけど、うんうんうん、ホストの人に1回とか2回で切られると、うん、あ、まだあと2、3回は攻めて行きたかったですもうちょっとやりたかったっていうこともねよくあるので、私友達とばっかりだからいつも何時集合ですとかって、それこそあの2倍の時とかさ、ドロップとか、はいはいはい、あの辺の時は 毎日23時集合で1時間しっかりやったりしますね。いいな、それも、ということでたくさんのお便りありがとうございました。はい、引き続き原神をプレイしてみての感想、イベントの感想、おすすめパーティーなど原神に関することなら何でも OK です。ではここからはいつも通り原神をプレイしていきたいのですが、はい、今回はですね、金リンゴ群島の探索をしていこうと思います。お願いします。はい、ということで、今ですね、僕の世界に、上田さんにお越しいただいております。おい、初金リンゴだ。やった。僕がまだちょっとこの金リンゴ群島の、マップをまだそんなに開拓できていないので、うんうん、っていうのもあって今回はその開拓というかマップのエリアを広げていこうということになりますね。おーい、じゃあちょっとまあボートに乗ったりしたいんですけれども、あ、ゲストもボート使えるんだこれ。うん、乗ったよ。あ、乗れたそしたらどうしよう、上にも下にも行けるんですけど、あ、上、下か右か、下か右か、下のパワハラ、パワハラじゃない、ハラハラ島も下にあるハラハラ島もこれワープポイントまだ解放してなくて、okay。 でも結構右がまだ前人未到の地なんです。じゃあそっち行きますか。右に行きますか。
右ね、右に向けて東ですね。東ね、オッケー。ついていこう。何があるのかな。確かに僕もまだまだ未知数です。ダッシュ早い。金リンゴ群島は音もいいんですよね。本当だ、なんか静かな音楽がかかってね。え、あの浮島みたいなのは群島じゃないよね。あれはどうだろう。あ、あれは違いますね、多分。あれは違う。多分なんかフィルチャールがたまに上に乗ったり。あ、フィルチャールがいる。オッケー。あ、しかも宝箱あるけど、どうする？やっていく？やっていきましょうか。やっていくとか言って。僕このウェーブボートからフィルチャール攻撃するの好きなんですよね。あ、そうなんだ。爆弾があればもっといいんですけど。ほっ。あ、でも限度があるか。上陸。はいはい、行かせていただきますよ。ほっ。はい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 。はいっと。おりゃ。強い。あ、まだ向こうにいるんだね。オッケー。雑魚が手こずらせやがって。うー。やってやる。たんたんたーん。あ、なに、どこだこれ。よっ、どーん。いざ。天道。天道。強い。好きだ。あ、上だか。もったいない。うわ。あ、落ちそう。落ちそう。帰って。よかった、こちら。オッケー。いいですね。やった。ちょっとすいません、上田さんは飽きられないんですけど。悲しい。あ、でもあそこにアイテム落ちてんな。あ、それだけ拾っちゃおう。ウェーブボートの操作むずいよね。後ろに行くのがめちゃくちゃ難しくて。わかる、交代しづらい。そうなんですよ。あ、左側にもちょっと宝箱あるけど、これはちょっとスルーします。オッケー。あ、なんか高い山みたいなのがあるね。ちょっとあそこ降りてみたいですね。この全部がリンゴ諸島なんだ、うん、リンゴ群島か。おそらくそう、まあひっくるめてですよね。ひっくるめてね。あ、遺跡周囲みたいなのがいる。あれ、あそこウェーブじゃない、ワープポイントじゃない。あれ、こっちの小島。あ、ほんとだ。こんなところに。おへー、いただき。ここにあるってことはなんか取りに来ることがあんのかな。どうなんでしょう。確かに場所が謎。場所が謎だよね。向こうのあの山の上とかにありそうなもんなのに、うん、まあ山の上にもあるかもだけど、うんうんうん、わあ、遺跡周辺寝てんな。起こしに来ましたよ。起こすか。お、起きないタイプかな。あ、起きるタイプだった。お、しばらく攻撃できないのかったるいですよねこれ。ちょっと待たなきゃいけない。いいね。あっという間だ。いただき。どうする、登る山。あ、登っちゃいますか。うわ、でもこれ結構どっから登るのがいいのかな。この木を、あ、いや、どうしよう。獣道。多く抜けてみるか。あ、行ってみますか。登ってしばらくして、あ、はしごあったんだっていうパターンもありますか、ね、あるあるある。でも、見るに。なさそうだね。なさそうですね、うん。地道に登っていきやすかね。地道にこれ登って、どこに休憩スペースあるかだよな。確かに。あ、なんかあそこに木の枝があるから、そこを登っていけそうかな。こっちから行こう、じゃあ私。お、あ、わかりました。敵に見つかってる。見つかってるけど無視だ。
ちょっと始末しておきます。ありがとうございます。あ、結構高いなここ。あ、マジっすか。あそこの幹まで到達できんのかな。でも休むポイントはあるね。あ、右側から攻めるか左から行くか。ここも乗れる。よいしょ。ここは上がれんのか。でもなんか途中で特に何か障害物があるわけでもなく、うんうん、絶対なんかクエストの一つもありそうな。あー、これワープポイントな気がする。あ、わわわ、やっぱ一番上にあったよね。うん、任務で何かを探しに来るとかあんのかな。敵がいるね。あ、いっちゃ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 っすまん。甘い。付き合い。ちょっと待って。どっち？あ、そっちか。こっちこっち。行きます。うわ、やばい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 。こっちも敵にエンコントしてしまった。敵いっぱいいる。よし、これで。よいしょ。いけいけ。ナイスー。シールド。まだ敵の音するな。敵の音するね。でもこれ絶対遠くから撃ってるでしょ。え、どっから撃ってんの？下？あっちか。あっちか。よっしゃ。どっこいしょ。あ、はい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 。と。お。難攻不落。あれ、まだ、まだいる。どこだ？これどんどん下に降りさせられる。あ、ここだ。これか。あ、ナイスナイス。あ、まだまだいる。どう？天童。まだいる。どうだ？まだいる。まだいる？降りたくないけど行くしかないか。あ、これでも下まで落ちたら泣いちゃう。あ、倒しました。ありがとう。じゃあ。上登るか。アイテム下に落ちてった。てんてんてん。さてと、さっきなんかホラ、なんか置いてあるよこれ。ホラガイだ。これ多分集めるのが今回のイベント？おそらく任務かな。私は取れないもんね。そうですよね、多分。うーん、これでも多分僕もマルチだと取れない。取れないのか。あ、そうかそうか。ソロの、あ、取れた。何これ。え、あ、本当だ。え、なんか現れてる。あ、現れてる。現れてます、僕も。元凶のホラガイ、幻？これが。あ、あ、こっちにもいるわ。え、本当だ。あれ、これファデュイ？そうですね。なんだこれは。コメンつけてる？なんか音楽かわいいんだけど、トゥル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 。なんか歴史博物館みたいな。よ。さよなら。さよなら。天道万象。勝利先生いいですね。これいいよね。はい。おい。ということで、うんうん、ぼちぼちと金ビンゴ軍刀を進めていきましたけれども、今日はちょっとお時間が来てしまったのでここまでとなりますけれども、はい、でも本当になんか今どの世界ともやっぱり違う、またここならではのなんか異世界ワールドが
広がっていて胸躍りますね。そうだね、胸躍る、うん、私まだ任務やってないからこのホラガイの謎もめちゃめちゃ気になるな、うんうんうん、あとまだリンゴ群島なのでリンゴに出会ってないそうですね果たして会えるのかちょっと謎を解きに行きますわ。そうですね、まだもちろんあのイベントをプレイされてないという方も金リンゴ群島楽しんでいただければと思います。ということで今回は金リンゴ群島の探索をしてみました。原神公式ラジオテイワット放送局。ここで原神からのお知らせです。現在テーマイベントサマータイムオデッセイが開催中です。本イベントでは期間限定地域金リンゴ群島が登場し、イベントに参加して指定任務をクリアしたり指定アイテムを収集することで雷幻想星音キャラクターフィッシュルや様々な豪華報酬を獲得することができます。またイベント幻星流刑も開催中です。イベント期間中元凶のホラガイを指定数集めるとフィッシュルの専用コスチューム極夜のシムや原石などの報酬を獲得できます。テーマイベントサマータイムオデッセイとイベント幻星流刑はバージョン 2.8 終了まで開催です。そしてイベント残像暗戦も開催中です。本イベントではディルックの専用コスチュームレッドデッドオブナイトにまつわる背景ストーリーを体験できます。またイベント期間中各挑戦をクリアすると原石、大英雄の経験、武器突破素材などの報酬を獲得できます。イベント残像暗戦は8月15日月曜日4時59分まで開催です。ではここで新コスチューム PV を見ていきたいと思います。はい、テイワットステイル。この衣装は少し懐かしいな。懐かしいんだ。懐かしいんだ。かっこいい。かっこいい。トラブルを解決する時が来た。ディルックってどうやってシャンプーしてんだろう。普通に自分でカシャカシャやってんのかな。自分でカシャカシャやってなんかシャンプーハットとか使ってくれるとそれはそれで燃えるけど、確かに実は石鹸目に入るの苦手とか。あーかわいいこれフィッシュルのやつか。かわいいっすね、もらえるやつ。うーん、光ってる。心なしかウキウキしてる感じもちょっとかわいいですね中二心くすぐられたんだろうな。また8月4日木曜日よりイベント追憶連行を開催予定です。イベント期間中金リンゴ群島で元凶での挑戦に挑むことができます。指定された挑戦をクリアし多くのポイントを獲得できれば原石、大英雄の経験、天賦育成素材、モラーなどの報酬を獲得できます。イベント追憶連行は8月4日木曜日11時から8月15日月曜日4時59分まで開催です。続いてイベント祈願のご紹介です。本日8月2日火曜日よりイベント祈願キャラクター天の川に咲きし大輪を開催中です。期間中炎元素星5キャラクターヨイミヤ、炎元素星4キャラクターベネット、炎元素星4キャラクターシンエン、岩元素星音キャラクター運金がピックアップされ出現確率がアップします。またイベント祈願武器新中腹も開催中です。期間中星5弓平井の名言、星5片手剣残山の刃などの出現確率がアップします。イベント祈願天の川に咲きし大輪新中腹は8月23日火曜日15時59分まで開催です。以上原神からのお知らせでした。原神公式ラジオテイワット放送局。あるあるテイワット。原神をプレイしていてついついやっちゃうこと、
こういうプレイするんですけど僕だけですか、ゲーム外の日常生活でついつい原神を感じることなどあるあるネタを募集して紹介していくコーナーです。はい。ちなみに上田さんのここ最近の原神あるあるは何かありますか？これ私濃縮女子って、作るのに上限あるじゃないですか。はいはい、ここまでですね。なのにいつも1個とか2個とか持ってる場合とかあるじゃないですか、使い切らずに、はいはいはい、なのにマックス作ろうとしてもう持てないよみたいなことを言われる。うん、結構みんなやりそうな気がするんですけど。いや、ありますね。みんな確実に使い切ってから作ってんのかな。いや、僕もでもそれあって、うん、でそういう時に限って、まあ、4個実は持ってて1個しか作れなくて、うんうんうん、でもなんか樹脂も160ギリギリめっちゃギリギリまで満パン溜まってるけどもう早くとっととちょっと合成して、うん、お仕事しないといけないっていうタイミングの時に、でここを逃せばもうあと10時間ぐらいもう原神にログインできないのに、うんうんうん、この10時間の間にまた樹脂が160溜まってなんか無駄な、このなんだろう、本来だったら溜まるはずのこの時間がどんどん無駄になっていくっていうのは、うん、マジでよくあるやつですね。そうなんだよね。樹脂関連はさあ、ちょっと樹脂濃縮切れたから作ってきますわって言って街に戻って作らずに戻ることとかもたまにあって、うんうんうん、なんかすると忘れちゃうよね。まあそうですね、ありがとうございます。困りものです。常につきまといますね、それは。ということで皆さんからもいただいているので、紹介していきたいと思います。はい。旅人ネーム、原神の中で一番ヨイミヤが可愛いシンくん。ヨイミヤの通常攻撃で、うん、変異してるのが可愛すぎて敵もいないのに通常攻撃してそのモーション見てるの私だけ？わらわらって書いてる。通常攻撃の変か、どれだろう。変。ちょっと映像があるかな、あるかな、画像がピューピューンとか言ってるのはよくやってるけど、これか、最後のこのニコってするのがやったったわみたいなのが異変か。あーそのために誰もいないとこで通常攻撃してくれてんの嬉しい、ありがとう。しゃがむところも可愛かったですね。しゃがむところ可愛いね、めっちゃ可愛いですね、うん、後ろにチュンって弓持ってくのも可愛いね、うんうんうん、やばい、そんな細かいとこまでしっかり見てなかったわ。僕でもそれで言うと、うん、イエランさんのスキル使った後だったかな、うん、に両腕を上げてクロスして、うん、ちょっと顔反らして、うん、なんかすごいセクシーなポーズをするのがあるんですけど、それ見たさに何にもないところでやったりしてます。じゃああるあるなんだね。これはもしかしたらあるあるかもしれないですなるほどね、あれもねそそるんですよ私スキルで思い出したんだけど、スキルがさあ、でもあれか、爆発が もうちょっとで溜まりそうな時とか、あの、まあ、もう溜まってる時にさ、うんうん、敵があとちょっとで死ぬんだけど爆発したら一撃で死ぬけど、この爆発を温存しようかどうしようかって迷ったりしない？します。僕使えないです、もったいなくて。あ、結構悩むとこなんですよね。次に即戦闘があるって決まってるわけじゃないのに出し惜しみしちゃうんですよね。しちゃいますよね。あるあるある、なんかもったいないって思っちゃうんですよね。じゃあ続いて、はい、旅人ネーム、ラッカさんからです。はい。濃縮樹脂を作るのに必要な小腸を捕まえるときは死に物狂い。まあ間違いないですね。左右使おうあのそれで言うと暁ワイナリー近くの四天神像で、うんうん、必ず 2,3 匹いる、いますよね。いるいる。でもあれ自分の心との戦いじゃないですか。あれってちょっと焦ると四天神像に話しかけちゃって、うん、ああそうなるかな。そうなんですよ。で話しかけてる間にどっか行っちゃうんですよ。だからもうこの0コンマ何秒で、うん、七天神像のコマンドなのか小腸のコマンドなのかを一瞬で見極めて、うん、寸分の狂いなく指を押さないと小腸にピッてやらないと全てが狂うっていう。あの蝶々さ、あの左右以外のキャラで2匹とか3匹同時に捕まえられるのかな。だいたい1匹やったら他の子フィーって逃げちゃうじゃん。身長高いキャラだったら届くのかな。だいたいほら空に飛んでいくじゃん、あの人たち。なんだろう、人じゃないけど。うん、でも左右ぐらいですかね。あとはもうスピード勝負とかでイエラン使うとか、あうんとか、まあウェンティーで集められんの、あれ。ウェンティーでちょっと遠くに行っちゃったのを飛んで、まあでも飛んでも追いつけはしないか。難しいね。いや、まあ、でも戦いですよ、これは。戦いね、よくわかります。
ということで今日はここまでです。こんな感じで原神のあるある送ってください。以上あるある TWAT のコーナーでした。お送りしてきました原神公式ラジオ TWAT 放送局、そろそろログアウトの時間になってしまいました。番組では旅人の皆さんから原神をプレイしてみた感想、イベントやってみた報告、こんなコーナーをやってほしいという要望、各コーナー宛てなど原神に関するメッセージをお待ちしております。番組ページのメール投稿フォームをご利用ください。また番組ではイラストも募集中です。ツイッターでハッシュタグテイワット放送局をつけて投稿していただいたイラストの中から YouTube のサムネイルなどに採用させていただくことがありますので、ぜひ素敵なイラストを投稿してくださいね。さらにメールを読まれたすべての方とイラストが採用された方にオリジナルステッカーを差し上げますので、ぜひ投稿お待ちしております。そしてこの番組は毎週火曜日配信の番組です。次回のパーソナリティやゲスト情報などはラジオのページをご確認ください。ということで第36回の放送いかがでしたでしょうか。いやー3回目ということでだいぶこのラジオの番組の雰囲気にも慣れてきましたね。あ、いやでも来るたびに思うんだけど、これ倍の時間やってもいいんじゃないですかね。やっぱりさプレイしててさ、あ、もう、ここで締めでって言われたら、いやあと3倍ぐらいちょっと今乗ってきたと思う。いや確かになっちゃうから、特に今日はまだまだここからっていうところでしたからね。そうだろ、そうだろ、うん、そうなんですよね。なのでちょっともっと長い時間やりたいなっていつも思って帰りますね。拡大版確かにちょっとやってみるのも面白そうですよね。あとやっぱりね、ヨイミヤがもうすぐ復刻が来るんで、いやとうとう私のパーフェクトヨイミヤが完成するなと思ってちょっと今めっちゃドキドキしてます。ってことはもしかして貫突狙い、さすがにしてもいいなって思いましたね。いいですね。やっぱヨイミヤ以外のアタッカーが自分のパーティーに考えられないので、ちょっと頑張っちゃうかもしれないですね。検討をお祈りしております。ちょっと泣いてみんなに LINE したらごめんめっちゃすり抜けんだけどって楽しみにしております。まあ、配信的にはまあ8月2日から復刻が始まってるということで、あ、まあ、これ聞いてる皆さんはもう復刻中なんですが、まあ、我々は少し昔の未来、昔の未来じゃない、昔にいるということでもしかしたらこれ配信してる頃にはツイッターとかに上がってるかもしれないですね。そうですね、うんうんうん、完成したわみたいな、楽しみにしてます僕も。はい、なので皆さんもぜひチェックしてください。はい、それでは今回はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は原神主人公ソラ役の堀江俊と、ヨイミヤ役上田香菜でした。バイバーイ。この番組はホヨバースの提供でお送りしました。ロンド橋落ちた落ちた落ちた、ロンド橋落ちた、 I feel ready。 ロンド橋落ちた落ちた落ちた。